アルメニアとナゴルノカラバフを結ぶ、ラチン回廊2020年、ナゴルノカラバフ紛争の定戦協定に基づく、ラチン廊の地図ラチン回廊の検問所、ラチン回廊は、アルメニアとナゴルノカラバフを結ぶ、回廊地帯。法的には、アゼルバイジャン領内であるが、ナゴルノカラバフ戦争の結果、現在は、アルツァフ共和国が実効支配している。 2005年9月18日の国際連合に対する声明の中でアゼルバイジャンのエルマルメメディアロフ外務大臣はアゼルバイジャンのナゴルノカラバフ地域に居住するアルメニア人とアルメニアの交信の問題とナヒチバン自治共和国に居住するアゼルバイジャン人とアゼルバイジャンの他の地域との交信の問題である我々はまずはこの地域の双方向の安全を 多国籍軍によって確保することで、このいわゆる、ラチン回廊いわば、平和の道と呼ぶ地域を利用する、よう提案すると表明している。2020年、ナゴルノカラバフ紛争の結果、ラチン回廊のある、カシャタグ地区はアゼルバイジャンに返還されることとなったが、ラチン回廊の通行権は、ロシア陸軍第15、独立新鋭自動車加速撃旅団と、 ロシア連邦保安庁国境警備隊の管理下に置かれることになった。ありがとうございます。